とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もゼルダ無双をやっていきます。チャンネル登録、高評価もよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、この大妖精を使って、タイムアタックをやってみます。やる場所がこちら。怨念の渦。一番レベルが高いクエストだね。ボスを5体連続で倒すっていうクエスト。そして難易度はベリーハードでいきます。装備品がね、まあ適当なやつでいきます。これいつも使ってる質のいい武器が出やすくなるっていうこの武器だね。これでいきます。まあ強い武器は今制作中なので、まあ適当なこれでいきたいと思います。相当な数字出しますよ。では、行くね。おお、一発目からお姉さんが出てるっていうことはラッキー。チェンジしなくていいから楽だね。よし。じゃ、まずは攻め立てて、行きましょう。お、ナイス。ここはアイスを使って、で、そして、無限コンボで、ガシガシと攻めていく。多分、起き上がるまでには、減らせるかな？大丈夫そうだね。大丈夫そう。はい、まず1匹目、マグロック、フィニッシュ。で、次、ガチ。ガチも、出待ちしときましょう。お、ナイス！いいね、アイスで。行きましょう。先ほどと同じく。いけるかな？最後まで。ギリ減らないような気もするけど、まあ、このまま、攻め立てよう。ガチロックとかね、この岩ロック系は、密着してても当たるからいいね。よし、オッケーオッケーオッケー。じゃあ次、ヒノさん行きましょう。さあ、出てこい。おっと、ここで、オート回避が発動。よしよし、行くぞ行くぞ行くぞ。おいしゃー、ナイス。で、スマッシュはすぐ打たずに、ある程度攻め立ててから、スマッシュ行こうかな。もうちょいもうちょい。あ、ちょっと待って、ミスった。まあまあ、変わらん変わらん、大丈夫大丈夫。5秒ぐらいでしょ、違うのは。よし、ではここでフィニッシュです。ヒノックスも OK。 じゃあ次、ガーディアン、ちょっと入る場所を間違えないように。よし、 OK、 ぴったり入ったね。いきましょう。レーザーか。まあ一発ぐらい食らっても大丈夫でしょう。そのまま行こう。ほい、おお、半分減った。めちゃくちゃ食らう。やばい。やばいぞ、やばいぞ。必殺技行こう。あぶねえ。で、必殺技でひるんでるところに、攻め立ててフィニッシュと行こうかな。最後はスマッシュした方が、ゲージが若干溜まるからね。はい、オッケー。じゃあ次、ラスト。ライネル。だいぶ早いんじゃないかな。いきまーす。攻め立てますわよ。あ、食らった食らった。待って。危ない危ない。よし。やばい。あと一発食らえばやばいかな。あと二発ぐらいかな。よし。でも、オート回避で回避していく。よし。スマッシュせずに攻め立てます。さっきみたいなね、失敗はしないように。ちょっと早めにスマッシュを入れよう。オッケー。あと半分ぐらいか。半分以上減ってるな。よし。じゃあ、引き続き攻め立てよう。OK。オート回避、オート回避。あ、食らった、食らった、やばい。おー、危ねえ。ギリギリ。よっしゃー。ちょっと待って、必殺技で。ひるませて。で、攻め立ててフィニッシュだね。OK。まあ、どうでしょう。結構早かったと思うんだけど、どうかな？これ以上のタイム出せるキャラクターいないんじゃない？どれぐらい？ 2 分45秒。早いんじゃないの？ベリーハードだよ。うん。これは早いと思うんだけども、まあ、もしもこれ以上早くいけるっていう方、コメントください。これ、俺結構自信があります。だいぶ早い。あ、でも、さっきやったとき、2分30秒ちょっとで
いけたね。まあ若干ミスしたところもあるので、うん、でもこの2分台で倒せるキャラって多分大王星ぐらいじゃないかな。はい、まあとりあえずこれが俺のタイムアタックのタイムです。どうでしょうか。はい、ということで今日は大王星を使って怨念の渦のベリーハードタイムアタックをやってみました。まあところどころ失敗したところもあったし、装備がどうでもいいやつで行ったのであれだったんだけども、おそらく全くミスをせずにさらに最高の装備をつけていけばもっと早いんじゃないかな。うん、あと15秒ぐらいは短縮できそうな気がします。まあ最高の装備が攻撃範囲だよ、攻撃範囲を4つ入れた状態が最高だと思う。うん、まあとりあえず今これ作ってるので作り終わったらお見せしましょうかね。はい、ということで今日は大王星でタイムアタックやってみました。それではまた出していきますのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録高評価もよろしくお願いします。そして公式 LINE もやってます。公式 LINE では実写動画も上げてますのでチェックをよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。